待って待って、なになに、全然ね違うわ。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は週刊航空自衛隊 F2 戦闘機を作る30号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの F2 戦闘機を作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。探索はアシェットさんやディアゴスティーニさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。じゃん、これプラスチックじゃなくて金属でできてる。すごい。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。今回は機体下部を組み立てる7番ということで、またこんなアバウトな線が引っ張ってありますけど、ランディングギアの開閉機構を組み立てるので可動部となるので慎重に進めましょうということです。はい、これがギアボックス、あ、ギアボックス1,2,3,4って感じで、ここにギアがあって、ウォームシャフト、ギアボックスパーツ、これもギアボックスパーツ、どっちも真鍮っていうか金属でできています。すごいね、本格的。これもギアボックス、こっちの仲間だね。でネジが2種類、はい、パーツは全部これで全部ありました。それではこのギアボックスの組み立てなんですけど、まずこのお城みたいなやつ、これをこれかな、この車みたいなやつに、違うな、これかな、なんか全部似てて分からん。顔がついてるやつのこっちかな、気が弱そうな方、これにこう、あららら、こう持ってこっちが2個ついてる、でこう合わせて、でネジ止めします。あれ、細い方、こうしてここで止める。スカスカ合ってる、なんか合ってない気がする。待って待って、なになに、全然ね違うわ。ということは、なになに、全然ネジが、あ、上は良さそう、ここも良さそう、にしてもネジが全部緩い。こっちもいけた、よし、できました。そしたらこっち側から四
覚域の強そうな人をこっち向きにしてこう。で、さっきと同じネジで留める。よし。ちょっとあんまり強くやるとネジが切れそう。こんな状態でいいのかな？なんか段差がついている。そしたらこの細長い金色のやつをまっすぐこの真ん中に入れます。でこう真ん中にすごいスルスルしてるんだけど、ここ入れたらこれの出っ張ってる方、昔のお金みたい、出っ張ってる方をこっちに入れて、でその後これをここにやって、でちょっとグリス塗っときます。ちょっとでいいか分からんけど、いっぱい塗っときます。なじませれないな。まだなじませれません。回らんもんね。回ったらなじむかな？あ、回ってる回ってる。めちゃめちゃゆっくり回ってる。じゃあちょっと一周なじませます。一周したかな？はい。そしたらこの四角いので蓋します。よいしょ。んでここ3箇所ねじ止めします。ここは落ちないように持ったままです。できた。でも別にこれ後から突っ込んでも良さそうな気がするんだけど。そしたらもう一個のギアのこの出っ張ってる方を中にしてこうで一応塗っとく。一応グリスを塗っときます。そしたらこれをこう、多分こっからここまでしか動きませんってことかな。違うかな。今は動かないので正解かな。こっちにもグリス塗っとこうか。はい。でこの状態でここまでいかんでいいかな。ここが一番マックス、一番上にしてで止めます。動く。もうめっちゃずれる。5箇所止めるので
1,2,3,4,5,6,7 見てよ、こことこの上とこの下の2つ以外を止めます。あ、え、これ曲がってていいんだっけ。あ、いいのか。できた。じゃーん、完成です。動かしたいけど全然仕組みが分かんない。一応ここら辺は全部綺麗にぴったりと合っています。どういう動きになるんだろう。動かしたいけど分かんないわ。はい、ギアの組み立てをしました。ここ隙間あるな。ここ甘いかな。はい、これがどこにつくでしょうか。今回は多分この金色の真ん中の棒さえスルスル落ちんかったら簡単に組み立てれるかなと思いました。はい、何やらギミックっぽいのができました。それでは次回の31号はまた機体下部を組み立てる8ということで、また細かい作業になりそうです。お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。 F2 戦闘機を作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そして探索はしょっちゅう模型作りの生配信もしています。ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。だんだん、また見てね。探索の動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。